程度の実力で私に勝てると思うな。邪魔をするな。この程度なら問題はない。好きにはさせん。決める。今は目の前の敵を倒すだけだ。こしゃくな。
傲慢さを償え、ニンバス。償えたと、それこそ貴様の言う傲慢だろう。やめて。乱暴な人は嫌い。私に触れる人は嫌い。乱暴をしないで。お前に勝つのは私だ、マリオン。攻撃を開始する。どうやら死にたいのは貴様のようだな。Thank you.
ユー・カジマとニムバス・シュターゼン、エグザムをめぐる二人の戦いは幕を閉じ、すべての機能を停止したユーのブルーは空をさまよっていた。ユーの目に映る漆黒の空、それは消えることのない死への恐怖だった。しかし空にはあるわ、空には心が満ちているの。その心は敵意だけじゃない。ユー、あなたを呼んでいる人がいる。戦いを目的として作られたエグザムが最後に見せたものは、人の思いに彩られた景色。そしてユーはマリオンの言葉に導かれるように、仲間たちが待つ場所へと帰っていった。エグザムシステムは公式な記録として残されることなく、その存在は歴史の闇に葬られた。しかしエグザムはユーの心に決して色褪せない記憶として確かに刻み込まれたのだ。その後のユーが戦うことの重さに押しつぶされずにいられたのは、あの時の色を忘れずにいたからだろう。それはマリオンという一人の少女が見せた青い空の色だった。